皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、ちょっと面白商品というかが入荷してまいりましたので、ご連絡というかご紹介でございます。ちょっと在庫分ではないんですけどね、お客さんのご注文と、ちょっと私物ということでやってまいりました。で、こっち側の左側ですね、これはヘッドスペーサーと言われるですね、アヘッドのステムでね、よく使われるだるま落としみたいにゴンゴンゴンとこう入れる首輪みたいなもんですね。ここにネジがついてるの分かりますでしょうか。これですね、玉当たりの調整をして、ステムでね、普通はその玉当たりを維持するんですけども、これですね、このロックリング付きのスペーサーで維持するということで、ステムの脱着をより簡単にしましょうと。いちいちね、ステム外して、玉当たりの調整せずに、ちゃっちゃかちゃっちゃかできるようにしましょうというものはこれです。で、具体的になんでいるんですかみたいな話になるとですね、例えばマウンテンバイクとか、ファットバイクとか、ハンドルの横幅の結構あるもの、あれをちょっと輪行袋に入れましょうってなった時に、やっぱどうしてもハンドルずらさんとダメじゃんということになるんですけども、その時に、これがあるとステム外すのが非常に簡単にスポンとできますてというところで、これはもうお客さんの方のご注文ということでやってまいりました。で、こっちなんですけど、これちょっと私物で、ちょっと入れてみようと思って、手配してみたんですけど、わかりますかね、ブレーキケーブルが2本出るようになってます。で、レバー1つで前後のブレーキを同時にかけられますよとか、たぶんタンデムの自転車なんかですね、よく言われるのは、制動力がちょっとなかなかこう出しにくいので、ブレーキをこう、例えばディスクと感知両方つけるとかね、そういうようなことをするときのために、作られましたというものなんだそうです。で、ちょっと面白そうだったので、ちょっとこれ私物に入れてみてえなと思っております。装着後は多分店頭に置いてると思いますので、ちょっと興味が湧いたぜ。何したの?みたいな人がいらっしゃるようでしたら、ぜひぜひお問い合わせをお待ちしております。